こんにちは、読書セラピストの井田翔吾と申します。本を語る人とつながるをテーマに札幌ゼロ読書会の運営をしています。またブログ、SNS やポッドキャスト等の発信活動を通して本の魅力や読書の素晴らしさを発信しております。今回紹介する本は宝大弘明さんのフィンランドでおみこしをという一冊になります。出版社はプレジデント社となっております。私は読書会を運営しているので、場作りの参考になればというふうに思いましてお借りして読みました。で、宝大さんはですね、静岡県浜松市の宮古田で、建設会社を経営しておりまして、家づくりだけでなく地域創生にも力を入れていらっしゃいます。で、宝大さんは日本とフィンランドのですね、国交100年を祝うイベントとしまして、フィンランドでみこしを担ぐという催しを成功させた人物でもあります。本書ではその成功に至るまでの道のりですとか、宝大さんの生い立ちについて書かれております。日本のですね、価値観を大切にすることはもちろん重要なんですけれども、他国から学べることも少なくありません。宝大さんはですね、学生時代にワーキングホリデーで訪れたオーストラリアですとか、旅行で訪れたフィンランドで新たな価値観に触れる機会を多く得ました。そうした経験が後の活動に大きく影響を与えております。宝大さんは3年で独立を目指して転職した建設会社でそのまま働き続けて社長となります。その際ですね、自分の価値観を振り返りまして、夢と愛と自由というキーワードにまとまりまして、それぞれ英語の頭文字を取りまして、複数形の S をつけてドロフィーズというブランドを作りました。会社を経営することの全てがもちろん順調だったわけではないんですけども、うまくいかなかったところも書かれていました。しかしですね、理念を共有できる仲間と働くことの重要性を強調しておりまして、それはたとえ意見の衝突があったとしても、同じ目標を共有していれば、その衝突も前へ進むための一歩となるところを感じました。何のために議論をしているのか、どこで行き詰まっているのかを冷静に把握することが大切だと感じました。印象に残った箇所の一つを紹介します。引用します。大切なことは小手先のテクニックではなく、素直な心や真摯な姿勢で相手と接することだと、またそのような心を持ち生きていくことが重要なのだと、というふうにあります。仕事をしているとどうしてもテクニックに頼る場面というものが出てきます。結果がですね、数字で示されていないと、焦りですとか不安が募ることもあります。しかし考えるべきはどれだけ相手のことを思いやれているかではないかなと思っております。お客様のことを最優先に考える姿勢というものが大事になってきます。そのためにはまず自分自身をよく知る必要があると感じております。私は現在ですね、読書会を一人で運営してるんですけども、今やってる規模であれば、一人でも問題なく続けられるんですけども、今後ですね、私の考えに共感してくれる仲間が増えたら、もっといろいろなことができるのかなというふうにも思いました。そのためにも発信活動を少しずつ、広げて続けていけたらなというふうに思っております。はい、最後まで聞いていただきましてありがとうございます。運営している札幌ゼロ読書会は札幌市内のカフェと古本屋さんで開催をしております。開催状況につきましては概要欄のリンクからご覧ください。より多くの本好きの方とつながれるのを楽しみにしております。ではまた次回も楽しみにしていてください。読書セラピストの井田翔吾でした。